ラスイポンバです。教卓にリーチ棒が1本あるまま、オーラスイポンバ。大井さんは満貫積もればトップになります。やっぱり鈴木さんもこういう対人戦略はうまいですよね。今の関数日ね。今の状況をちゃんと読み切っての。はい。2枚切れの関数日ですからね。上がる気ないですもんね。上がる気、まあないというか、上がれなくていいリーチですもんね。だから、ウーピン。なんか、もう一回上がれそうですかね。周りの手次第ですか？まあまあ結構上がりそうですよね。刹近藤那さんさん。はまあ軽いけど。津田さん、なんか単葉？またなんか微妙なとこですね。ああ、大井おいささんん、マンはツもこマンツれもちゃ何？んただ。789の3ちゃん色。高3色だ。はい。5枚しかないけど、789。ああ、ユウさんがいいですね。これ、ユウさん、4000オールとか引くと、大井さんまくるんですね。大井てさか、んまく26るオールでし、まくるし。津田さんもまあまあ近くなります。津田さんはさすがに、鈴木さんにまかえるのはちょっと嫌なんで、20ポイントほど損するんでね。まあまあ。汎用っぽいですけどね。大井さん、トーンあんこになってる。ちゃん一応たイーシはャンまあテンで見えすますね。が、今のイーシャンテンには多分価値は意ない味はと思ないいまですけね。マンど。ガンのイーシャンテンではないので、でも形シャート上。切ってますね。2着で終わらすことは多分ないと思うんだけどな。今んとこでも、ね、マンガンマックス手順ではないですよ。まあ、そうですね。すみます。さあ、その手が単品形に育ってきました。2着で終わらすもあるんかな？鈴木さん来てるし。まあ、でも3色だと津田さんがだいぶ育ってきた。育ってます。なんか今んとこ絡手みないまでしたすね。ね。今んとこ完全に手ないですね。これは鈴木さん。すげえいい手になってる。形だけ見るとウーピンですけど、まあさすがにキューピンパーピンで打ってみますね、これは。ちょっドラとですね、ウーピン。大チャンスの手。あれ、小室さんが6チッパ。3色と1通。何ず9万。これはどうするんでしいや、ょ大井さん本当にどうするんだろう、これ。今んとこは本当にね、手なりですけう。ど。そうですね。なんか、あのままリーチ打ちそうなぐらいいけないですけど。テンパイしましたが、まあ、これ3色ずれてるんで取らないんじしゃないましかたがな。ですね。どうすんだ？積もっちゃう？パワーワン切り。とりあえずテンパイ。で、あ、そうか、津田さんこれチーか。チーした後にチーソーかリャンゾーどっち切ればいいかなって。っていうのも考えなきゃいけないですね。まあ多分チーするんですが。どっちがいいの？これ。守備的なことも考えてなんかチーソーの方が良さそうな気はするな。どうなんだろう。いや、微妙かでやんぞか。ローソー引きは偉すぎるしな。これでくっつきの1層とスピンのくっつきの形です。33層。層。あ、これポン。切ると。ただ、ちゃんたで自分が使いたい牌ではあるんですけどね。ローソーチーソーっていくと一応漫画インシャンテン。確かにリーズもちゃんとで足りますね。いや、でも、大井さんの思考はちょっとこの曲あんまり拾えないな。何を狙ってるんですかね、大井さんが。なんか漫画積もうまあ今はそうしましたが、さっきまで満貫積もろうっていう感じの手順ではなかったんですよね。そう見えますね。あ、
小室さんが。60杯になった。こうなったらもうリーチだ。はい。思い出リーチ。はい。はい。カンチーピンで、メンタン3色です。そして、津田さんに試練が。安杯ないじゃん。あ、3層がある。3層、3層がこうなると。あ、でも8000打てる。いや、あ、そっか、8000は打てる。まあ。いや、8000打てるけどもや。まあ。けども、けども。一発だけはちょっとね、8000の手が1万2000に分けちゃう可能性あるんで嫌ですけど、ただ E1 だったらいいかな。どうだ？僕は E1 行ってほしいな、俺は。8000なら打てる。うん。八つ合わせも点差確認して。安いリーチではないんですが。返品いつはない。うん。いつない。はい。じゃあ行こう。大丈夫です。取ります。さあ、大井さんは何万引いた？ E 万。自分で使えないことはないけど、チーソー？チーソーは致命傷を負うぞ。当たると。1万2000の可能性があるからってことですか？ 1 万2000の方が8000でもやばいですね。小野さんには負けられるんで。あ、大井さん8000打てないんだ。うん。いやー、E1 切りたいけど。E1 にしましたね。きついな、三蔵もあるか。三蔵の方がいいのかな、もしかしたら。あ、チーピンキャッチしました、ユウさん。チーピン山に2枚いたんですが。鈴木さんもきつい。鈴木さんもめっちゃ苦しい。というか、このリーチマジでみんな苦しいな。案外、津田さんが一番楽かもしれない。津田さんが一番喜ぶんじゃないですか、これ。ニャンピン。ニャンピン現物。まあ、さっきの分で一応降りて、3着にはなれる点数になりましたしね。ペー切ります。いや、まあ、これは別にペーしかなさそうですが。もう2発目なんで補充したいんですかね。うん、ってちょっと思ったかもしれないけど、ただまあね、パン屋を履いては補充できないと思いますけどね。確かに。うわー、クリテンやったからまあいいか。E1 重ねて、首転老急走。さすがにちょっとリスクありすぎるか、それは。でも積もったトップでしょ、急走の積もったトップやけど、リーチしなきゃいけない。確かに。小野さんが言ってて。まだそこまでのリスクはって感じですかね。チーソー。一応テンパイですね。パーソー現物でテンパイは取れますが。取ってもしょうがないけど、チーソー切れないんですよね。そうですね、チーソー通ってない。あー、きつ。なんだこれ。間を取って言いそうとか、トンで復活を見るはあるな。トンで急走引いた時だけ行く？あー、ペンサーマンで。パーソー、うん。あ、リーチ！リーチ行った！ペンサーマンで行った！ティーチ行きましたね。これは、もう本当に裏が乗らないとダメっすよね。裏以上じゃないとダメっすよね、多分。裏でもいいのか。あ、そうか、リーチ。松もなら。裏移動、急走か、ペーか、ローソーが裏にいる。条件。急走か、ローソーか、ペーが裏にいればいい。急走か、ローソーか、ペー。いそうってことですかね。急走全部山にいるし。急走だけかな、多分そんなにいそうなのって。ペイは？ペイは1枚。ペイバニ2枚です。いや、馬さん。ペイは馬さん。え、ほんと？うん。あ、ほんとだ。じゃ、急走が山に、はいますよ、3枚。いや、これ急走いたらやばいっすけどね。うん。ペイ、これでトンの馬さんがなくなった。ここにいたらダメだ。さあ、そして、肝心の3万は残り1枚ありますね。上がり早いの3万。はい。そして、小室さんの缶チーピンも1枚います。1対1。小室さんは3万缶できません。1326ダメなんですよね。1326は ?6 号を。6号は69。69の、ウィーボー3本だからダメっすね。99。うん。あ、ダメじゃん。じゃあ、裏さん条件じゃん、やっぱ。ん？なんか、リーズもうだうだがいいや。リーズも、あ、そっかそっかそうだそうだ。
ローソンは？いやー、でも大井さんこれ打ったらマジでシャレになんな。リーチ棒出したから、あ、でもそれは大丈夫か。チーピンってちなみに？ 1 枚。1枚。怖いよ。これは見てる方も怖いな。なんか鈴木さんもいいシャンテンになってるけど。あら、ほんと。巣まで通るんですか？大井さんに通る。小池津田さんは安牌は大丈夫。あ、ロピン、危ない。大丈夫。あ、ロピンチー。サブローソーテンパイ。行った。クスマオス？行った、サブロッソ、太陽ドラドラ。通ってないんですが、行きました。え、サブロッソが一番強くない？サブロッソは、あ、そのことは、まあ、酸素、酸素がない。酸素が全部ない。酸素がないはず。いやー、行ったな、鈴木さんも。3着じゃ満足できない。はい、1対1対1だ。いや、これでウーアンも切らなくなった。津田さん。ほんまや。マジか。え？えぐ。ローピンは今通ったら。パワー何枚やばい。パーワンバさん、一番綺麗。リャンワンも無理やろ、チーソン無理。ローピン怖いっすよね。ローピン怖くないかな。ローピン系のかな。サブローピンがないのか。いや、あるけど。ユウさんのサブローピンはワンチャンスですか。今。ウーマンにしましたね。いやー、怖い。怖い。これ。いやー、っていうかもう一曲生まれるのか、これが。あるってことか。可能性は結構高いっすけど。どうだ、急走。次、大井さん配定？大井さん配定。まさかの配定つも？いやー。大井さん、大井さん、大井さん、配定。どうだ？配定。なんだ？なんだ？いやー、マジか。これもう一曲生まれるんだ。ねえ。津田の一人脳天でもう一曲。で、D 棒が3本教卓に溜まってオーラス2本馬、鈴木優連チャンです。